お、初見さんいらっしゃい。日本全国旅してます。面白かったらでいいんでフォローしてね。福島に1週間いてまだ全然考えてないね。どうしようか全然考えてない。今のうち初見さん心さんどうとしようお願いかしね。ます。まあでも、ヒカル君とのトレーニングとか、ヒカル君と一緒にいるとめちゃめちゃ面白くて、俺ヒカル君大好きじゃん。今、充実してるよ。今日なんかあればステッカー売れたの、ああ、朝郡か山らか。聖者のダンスって格闘技の試合がありまして、北斗亜道さんと、ナルタクさんに連れてってもらって、土総合曜撮影でその試合を見に行きました。で、最前列だもんな。で、光くん髪色、俺ね、明日ね、まあ光今仙く台んにいまのすけど、美容そう師さんに髪の色、カッそうトそうと髪の色変えてもらうよ。生きてんすよ。別にどっちに相興味性な良いさし、そう。なんかね、考え方生きてんもやつタイプも真逆なんだけいど、たけりゃいいの。俺はね、光くん大好きなんだよね。本当に大好き。面倒くさいから。光くんもね、気持ちがいいんだよね、さっぱりしてて。本当にいい男だよ。いやいや、そんなことない。逆に俺も配郡信山っ全然てできどうないやんっで、て書俺くの？ね。誰か郡山って。あ、ブルーかレッなんかドに配しよう信と思できってるるみたね。いんで、ブルーかレッ配ドに信ししようてと思るってける。ど、誰か郡山って書いてくんね。本当に配信できる時間って郡ない。山って。漢字がわかんねえわ、郡山の。あ、接したことある。あ、じじい、お疲れ。今日みん見なに行こくんわ。ばんは。よかった。のんちゃんとミール仲良しになってよかった。心まあ、配配事信ができ一るつ時減っ間たは来よ。ました。いらっしゃい。郡山ありがとう。受験勉強郡し、あ、山。そっか、受験勉強しようですね、今日。郡山明日で、頑張ります。いや、今日はもう疲れた。明日からもう仕事なので、カズさんに仕ね、事ステッ終わったら、カーそう、3今枚日は、買っていただいたんで。もうこのアイコの件が終わったら寝ようかなと思って。だからもうこれ、アイコのラストチャンスだね。ステッね、いいじゃん。カー3枚。いや、ウコだよ。マジこれで終わらしたいもん。アイコめんどくさいわ。何がめんどくさいかっていうと、郡山じゃないか。まあ、昨僕日のつな郡がりが山あるってで、ことの枠があって、なんか光が3万円でやってくれるってことで編すよ。集長だからと僕がマやっルてどうさん。すんだって。俺はアイコにやりのんたいちゃこんにと会をえやないりたい寂しくと、ない？100寂しい万円にと決まっ100て万る円じをゃん。セットにする。寂しいよ。アイコはブ3ルーの万方円がでいいゴかールな。デンウィーク行って買ったんで、それでゴールデンウィーク勝さんはに買っ一て応もらって今日売れてないでしょ？で、めっちゃめんどくさいやん。水戸にいて、その日に1000円。いついただいたんだっけ1000円。ようちゃんに買ってもらったから、あれ、そうようちゃんね。に買ってもらったの、まあ、あとは残すどこだっけところ、な、いつだっアイけ、コの金命曜日にラ水戸ストにいたんでし残りょ？8分。水戸に2日間いて、次全の然乗っ朝、てないよ。全然乗ってないんだって。この日の全朝、然なんか全然こっ電ちだ車な、の場所ここはあが、るんだけど、らしいんだけど、俺全然オフパコしてないから、もう1年ぐらいオフパコしてないかもしれない。ようちゃんアイにコ140枚、歳。マジクソババアだ。1枚買ってもらって、1000円と。BGM 乗ってないよ。1000円だから、これでまあ3000円。だから俺がやる女っつったらめちゃくちゃ可愛い女の子がお金持ってる女3000円。しかちょっいとないステッカーよ俺は。計上してもいい？いやとつ、あ、してよしてよ。マグロは男の人の嫌いなんでしょ。よいしょ。わかんないけどマグロとか。郡山いますじよ。じいに言われたくないんだよ。郡山1週間いるから、リアトしてください、ぜひ。で、1000円支あい援こしていはたいだはいく本当と、にこ1の分ス20テッ分カーで1そんな枚もプんレあゼントします。るの。で、こいつ布が製何の、布製なでんでできて光るがんなんで、でこんな残ってんのかっこうていうキラ謎キのラ画し像たをデザイン。サテこンっのて間言うんにだけど、最後の決め手が新宿。こういうデザインで夕ステッ方6カー時でぐらいすにね。光が男付けてあげるから一緒に飯食いに行こうって1万円風払って船ありがと俺も飯食いに行う。くって決まる前だったらいい見たやの。待ってたの。雷神じゃなくで、てなんだっ結果け待たな。されたの4時間。なんていうイベントだったっけ。マジ。忘れちゃっバウンた。スっすあ、ね。バウンスだ。バウンスって言って、バウンスっていう。東夕北食で一番で新か宿いから飯誘われて格闘4技イ時ベ間ンもトでだすね。よ。マ雷ジ神ふじゃざなくけてんなバウンよ。スだって。ちょっと待っマてジね。ムカつくかね。しかも俺その暇つぶして、ゲームセンターでメダルゲームで遊んでたの、スノットの。で、そのメダルゲームずっと出てたのね。しまいに俺と合流した瞬間にその俺のメダルゲームで出てるんで、奪い取って、俺1時間放置する。で、私がチョダナするよって言って。マジムカついたよ。最高。ざけんなよ、マジ。これでもらってステッないカーよ。そうだね。硬いのに貼るといい。帰りたちで、マ飯食ジッいやクでつにこうしやって、て、みんな日飯食付いとやつ名に前し書て、く欄があるかだら、から結局そのこういう女風に性日が付と名前書けます。俺マにジッ繋クがで。らないんだよ、みんな。まあ、それで口論とかいろいろあったんだけど、まあ、結果的にアイコの、なんかね、よいしょ。俺がで悪いってね、話になってるんだけど。
エミさんこんばんは、久しぶり。今、売り上げいくらになってんだろう。お、待って、お金いくら。ちょっと待ってね。1万7000円、1万8000、9000、2万9000、3万、3万3000、3万6000円あればいいんだ。3万6000あるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、10。これが1万円。お、マキルさんいらっしゃい。名前欄サイン。あ、書きますよ。あのね、ルールはこれです。ルール見ておいてください。ルール書いて。2、3、4、5、6、7、8、9、10と。あのね、放送中リアトツ大歓迎で、放送外でも別に大丈夫ですけど、彼女がいるんで、なんか浮気してるんじゃないかと思われたら嫌なんで、なるべく放送中がいいです。リアトツは。ただまあどうしても時間合わないっていう時だったら、なんだろう。DM とか、LINE もらえたら、リアトツには対応します。ただね、顔とか映さないんでいいんで、彼女心配させないために、写真とかね、足元だけとか写真とか撮らせてもらえたらありがたいね。で、生放送しながら、生のじさん、リアとしていただいても大丈夫です。顔出し NG の方は、マスクをつけたり準備をお願いします。で、差し入れは NG です。それは、荷物になってしまうためですね。リスナーさんからいただいたものを、捨てたりしたくないので。そうそうそう。異性だとさ、やっぱ心配、なんか、浮気するんじゃないかと思っちゃうでしょ。1000円のシーンでステッカー1枚プレゼントしてます。サイン欲しい方はマッキー持参でお願いします。で、支援していただいた方には、写真撮影何枚でも対応しますので。で、宿泊先、移動手段、アイテムなどのご支援お待ちしてます。イベント、コラボ企画とか仕事がある場合は帰ります。以上です。しかもラジコンにしようとしてたからね、マジで。人を。オーケー。おお、猫を久しぶり、ワドツ。で、今、3万6000円かな ?3 万6000円分ステッカーが売れてます。36枚か。売れてるわけじゃないか。1万7000円。2万、3万、ここで3万か。8、9、これ3万3000円。あ、ちょうどあります。これ。いただいた、支援のお金、いざっていう時に使わせていただくので、はい、これ大切に保管します。大切に保管しましょう。上がるわけねえだろ。はい、出ました。さよなら。よいしょ。もう、じゃあ NG しますね。愛子さん。今までありがとう。いろいろ支援してくれてもらったこととかには感謝します、多少なりと。だけど僕はもうあなたの行動やそのね言動とか全部見かねて、今日、今 LINE も僕がバカプレゼントありがとう、もうこのバカありがとうね、あれだけなんで。僕が NG にぶっ込んだらあなたはもう僕の配信も見れなくなります。別赤で来たら別赤でも全部俺 NG にぶっ込んだ、うん、今までありがとうございました。なんでブロックなんだよ。てめえ上がれや、おい上がってこいよてめえ。存在言ってんだろコラボ貼っておいつって。で今スナックになったらさ、外行って話せよ。何なのマジで、何がしてんだてめえは。てめえだろう、存在してるな、人の周りとかにさ、なんかいろいろさ、行ったりとかさ、あることないこと言ったりとかさ、てめえは何がしてんのか。文字が浮いてる、何、文字が浮いてる。あ、ごめんごめん、本当だ、縁起って書いてある。だったら普通に別になんか、ちょっと待って、ね、でもいいじゃん、お前と話したら普通じゃねえんだぞ。あ、で、YouTube のね、リスナーさんから、
画面上とかに分かるところに、YouTube 見てる人にも分かるように、落ちとんじリゃアお前。達の人数書いてくれっていうふうにご指摘をいただいて、なんだよ、で、スタッ悪い。フ一同検討した結果ですね、それ書くことになりましたので、どうしようかな。今20人。20人。何落ちとんねん、マジで。一周100千万と。これで OK だね。うんと。本当になんか意味がわかんないね。すぐ逃げるよ、マジで。何度落ちたのかわかんない。言い逃げだよ、逃げる。ニント。本当にマジで、調子乗ってるわ。何がしたいんだろうね。話になんないよ。どうした、ユウさん。リ全然アーかとトか全然、突ツき放してるから、もともと。愛子とかの話。俺だって無理な人、無理だもん。無理な人ってか、まあ、嫌いではないけど、だからその突き放すよ、だってそういうめんどくさいのは嫌なんだけど、俺ずっとめんどくさいのも嫌だ、嫌だっつっても。それなのに食ってん光だよ、くんもう。おこなのかな、わかんない。で、全くこういう状況になってもまともに話もできないわけでしょ。意味がわかんないじゃん。で、光と話したいんだよって誕生言う日じゃん。かそしさん、たら俺とのんちゃ話んしたいって雑談来るっていうか、無理まあで来しょ。るに決まってるよね。俺のむっ誕ちゃ生日嫌なんなだこと言うから、わ、いっのんちぱゃんい。いないと嫌だそよ。の愛子だけじゃないんだよ。のんちゃん別に俺は特誕別生じゃないん日だよ。やってくれるでしょ？みんなのんちゃん会いたいって言ってくれてるよ。来てよ、のんちだからゃん。順位つけるなら、行く？9000のんちゃん来位るっぐらいて。だろ。わかんないけど。のんちゃん来るみたいもう1でー万位ぐす。らいだよ、マジで。あれ？そんぐらいレベル小だかさら。くなってきた。勘違いすんな。お前はナンバーワンになれない。こんな感じでいいか。お前は俺のナンバーワンになれないの。こんな感じだと分かりやすいかな。バドさん。これでいいかな。これ良くない？画面にリア凸人数常に表示させておくも。考え直してもいいよ、機 OK、械こはれ。分かってるよ。でしょ？リア何も凸損な人い数。顔ばっかこいつするのにさ。本当都合良すぎだよ。ナンバーワンになってくれこるれよ、でいい俺か。の人形ちゃん。妙だよ。OK だよね。分かりやすいよね。カ状メラ態のいい構暮ら図しして絶もらおうか。妙。前まあ、和道だからね。和道飯食ったクオらリこティそだこから。そ一番最初ね、1万円と、わかりやすい住んでるね。アパートがカラオケ代で5000YouTube ぐらのい。コメント書いてくれた人ありが2とう。万ぐらいもらったら、採用もうさ今せていた回だき1ま万円飛んす。で3万円頼もう。これでいこう。何が？トータルいくら？それ全部支援じゃん。うるせえ、妖怪ババア。だからてめえ、マジで、本当にお前、マジ NG ぶっ込むぞ。まともな話もできねえのかよ、おい。おい、妖怪メンヘラババア。お前、もう悪霊退散するぞ、決め手に。おい。妖怪メンヘラババアの一言で、お前ら今ギクってしただろ。NG。 いや、俺のリ、和藤さんの、リスナーさん、すいません。妖怪メンヘラババア、うすいません。ちの枠30人はいるから気をつけて。すいません。和藤さうんちのリスナーは妖怪メンヘラババアで構成されてるから。すいません。今、アイコン。びっくりしたわ。アイコンは何出したの？支援もらっいたただきま支援もらったよ。だから支援もらったから何す るはい、ワの？ード2。何その言われた通りにやれよ。それ違くない？うそまい。したら俺ラジコンになるぞ。な、おかしくないか？風だっ船てプレさ、ゼントありがおとかしくない？だって俺がそもそも配信やってるのって自分が配信して、自分でその配信で飯を食って行きたいから今やってんの。おい今しい。その現状で配信で髪の色飯を食何うって色に考しようえかてんのな。に、それを邪魔しにかかるってどういうことだよ。ブルーにしようか生な。活全部養ってくれんのかよ、俺ブのルーすべとレてッドどっちがいいかな。俺金かかるぞ。わがままだし。俺金かこれかはるね、ぞ。ファミリーマートのクッキー100円超なの。絶わが高いままだけし。どうまいの、これ。気に食わないことあるとバタコになるでっし。かい。しっとりしたクッキー。カントリーマームのもっといいやつみたいな。それ分かって近寄ってきワてイんルのドか。クソ、ジジイジャイさんいらっしゃい。それ分かって近寄ってきてんじゃん。黒は何？なんちゃん。俺、アスペだからそういうのわかんない。ニュアンスがわかんないから。俺はレッドがいいかなと思ったら、ヒカル君はブルーがいいんじゃん、つって。
当たり前じゃないから知ってるよ、うん、だから支援してもらうことに関しては当たり前じゃないよ。だからそのアイコに関しても支援してくれたことに関しては全部ありがとうございますっていうのはね、ちゃんとメールも送ってるし、実際にも LINE とかで電話した時もありがとうねとか、本当ありがとうございますって言ったりとかして、お礼は言ってるよ。で、支援してくれたことに関しては俺は本当に頭は何とも、赤の方が似合いそうなんや。だけど違うよ、俺が今言ってんのはモンタは黒が似合うの、俺は黒髪の女が好きなの、ね、俺の周りの人のとこに行って光に支援してモンちゃんは黒じゃないとダメ、モンちゃん黒似合うから、うん、あることないことばっか吹き込むし、いや温度差っつってもだって別に俺別に怒ってない、うん、まあ知らないよ、怒りたいとき怒るのが人間だから、ヒカルくんが怒りたいんだから怒っていいじゃん。ヒカちゃん俺東京行ったらデートしてください。俺はヒカルくんの味方だから。ヒカちゃん俺大好きなんですよ。そう、黒髪似合う女性いいよね。ヒカちゃんマジで本当にドストライク。のんちゃん外人っぽい顔してるから、黒の方がいい。そう。本当にデートしてほしい。俺本当にちょっとドストライク。ヒカルくんからいらっしゃい、みさまるちゃん。大事にする。どうもどうも、和田正道さんいらっしゃい。超絶メンヘラだから。髪赤いのは何なの？あ、若いのは何なのか教えて。いや、俺はイメージしてるのは、半分だけ金髪で、半分だけブルーみたいな。俺、リカちゃんみたいな目。俺、坊主何回もやってるよ。でも、勝負復活したんだ。へぇ。胸毛配信？何それ。赤髪と黒髪のツートンかかっこいいね。本当に大好き俺。なんで知ってんの？やべ、布団最高。ネットの王子とあの前行った時の話。俺ここに住もうかな。俺ずっとここに一生ここにいようかな。ネットの王子に対してだけどずっとリカちゃん。郡山、郡山、あ、これのんちゃん誤解しないでね。嫉妬しないでね。あ、感想だから。あのね、福島県の女の人、美人、美男、美男、美女、本当に多い。本当にびっくりした。めちゃめちゃ美人とめちゃめちゃ 美男が多い。東北に来たからかな。有名だもんね。めちゃめちゃオシャレだよ、郡山。とりあえず、アイコは、じゃあちょっともうなんか上がってく、ブルっちゃっても上がれないみたいなんで。福島の印象変わった。マジ女の子ビル多い。ブー。のんちゃんも可愛いよ。キャバ嬢多いんだ。広島とかも綺麗な人が多いんだ。広島行ったことない。周りの近所にも迷惑なんで。うん。まあ3点セットだけよろしくお願いします。で、まあ、クワッチの方であとまったり配信します。今からちょっとお風呂も入ってるんで。寒い時期は美人多いイメージ。日本に限らず。ああ。うん。いいんだよ、この布団ね。俺の対戦相手のテレチャンピンの布団だから。威嚇作して帰ろうと思ってるから。これテレチャンピンの布団なの。テレチャンピンがここに帰ってきた時に、くっそ威嚇臭い布団に変えてやろうと思ってるから。俺の必死の抵抗だよ。もう戦いは始まってんだよ。捨て頃の戦いは始まってるから。これテレチャンピンの布団だよね、これ。うん、威嚇作して帰る、ほら。え？何？言ってないよ。え？え？え、何言ってんの？え？誰もいないよ。え、何？え、何？何もいない。揺れたんで、ここに。あ、そう、聞こえてねえじゃん。え、聞こえますよ、今。え？じゃあ、誰かいるし。いや、だから誰もいなかったっす。いや、マジでいなかったっす。で、今、え、誰ですかって言ったじゃないですか。揺れたっす。ワロさんの顔は金と青より黒と赤の方が似合いそう。黒と赤どうかな。あ、かっこいいんじゃないですか。黒と赤絶対似合う。あ、本当に、はい、じゃあ黒と赤にしようか。なんかその、美容師さんいるじゃないですか。おう。なんかその来たら困った時ある客いるっていう話の時に、
コボちゃんって言うじゃないですか。あ、コボちゃん。コボちゃんっていうアニメのキャラクター。うん。コボちゃん部屋にしてくださいって言って。相当なんか。コボちゃんになりたかったんだ、そいつ。コボちゃん部屋で。くそ面白いじゃん。こんな部屋で。うん。しかもちゃんと要望に応えて帰ってったし。ウケるっすよね、コボちゃん部屋。なんでコボちゃん、いくつぐらいのやつなんだろうね。はい、超かわいい。めっちゃ面白いっす。うん。うわ。うん。うん。俺の笑い方歪んでるってよく言われるんだよね。悪魔みたいな笑い方するよね、ワドって言って。金と青は、その大変。じゃあ、それしようか。黒と赤でって言ってみるわ。うん。イカちゃんおはよう。今、いや、なくなんないでしょ。400枚持ってきてるから。うん。家に在庫あるし。なくならないと思うよ。大丈夫。ねえ、俺のテーマカラー赤黒白だから。血管の色？青っぽい感じ。さん僕いいっすか、あ、先に入って入って、はい、お先に入ります。うん、いってらっしゃい。あ、光くんからありがとう、来てくれて。今お風呂入るって。ワード2バタフライテール、いつもありがとう。クッキー食べた、クッキー食べたね。うん。布団で寝れるのがロハコさんの家ぶりだから、すげえいい感じだよ。初見さんどうも、ありがとう、ヒカルくんから。うん、楽しんでて。うん、タダで泊まらせてもらってて。ありがたいね。ぐっちゃぐちゃになっちゃった。一枚ステッカーぐちゃぐちゃじゃん。ダメだこれ、捨てよう。ヒカルくんの枠から女の人多いね、ヒカルくん。ヒカルくん今お風呂行ったよ。ヒカルくんの枠から来ました。あ、いらっしゃい。楽しんで、女の人ばっかりだね。なんだこれ。こちらね、メンヘラのババアしかリスナーになんない。メンヘラのババアか、バツ3のババアとか、コブ付きのババアとか。そういうババアたちに愛されてる放送だから、若い女の子は楽しめないと思うよ。うん。ヒカルくんからいらっしゃい。せっかく通販はやんない。限定品。これは旅限定品。リア凸限定、うん。通販のやつは、和道グッズって、プロフィールページにリンク書いてあるよ。ああ、ババアなんだ。いいね。ババアをこよなく愛してる。どんぶらこさんパフェありがとう。俺生活保護じゃないよ、今。今違う。今年の1月1日に生活保護は抜けた。ババアおいよ、うん。ここで仏教の話したらごっそり行く。いや、さすがにそういう気分じゃないかな。いや、ババアはいつ行くだろうね、多分。うん、ババアが喜ぶ、ババアとジジイが喜ぶ放送だから。うん。あ、ノンタも拍手してんだ。アイリさんありがとう。コブ付きメンヘラのババア。あ、もう、俺と出会うためのリスナーさんだよ、これは。ユーナさん、バーガー5個ありがとう。ババアって何歳から？うん、そうだね。27からババアだね。うん。27からババア。うん。楽しんでてください。あ、スイカさん、どうもどうも。どんな放送？いや、結構、ね、年取ってくると面白くなると思う。多分若い子は俺の放送面白くないと思うよ。
30代ぐらいから、ああ、なんか、和道の放送いいなーって感じがすると思う。例えばさ、20代の子ってさ、NHK とかの深夜にやってるさ、風景だけ流れる番組とかさ、意味わかんないでしょ。風景だけ流れて、なんか、リラックス BGM 流れてるのあるじゃん。ああいうの多分なんでこんなの流してんだろうと思うかもしれないけど、サラリーマンになると、あれめちゃめちゃいいんだよ。うん、そういう感じ。テルタンいらっしゃい。うん、あの良さはね、サラリーマンにならないと分かんないんだよ。なんだこのセンスのない BGM。ないわ、この BGM ないわ。フォローありがとう。YouTube の動画が360、嘘？画質そんな低いの？わかんない、それ。たくみさんに問い合わせて、マネージャーの。たくみさんに問い合わせてください。おお、ぬこさんありがとう、花火。ぬこさんありがとう。いや、センスなさすぎでしょ、今の BGM は。びっくりした。あ、そうだ、ご報告があります。リア突人数が、20人に増えて、2人増えてるんですけど、あれ？これ、ヒカルくんの数入れてないな。俺、あ、あれ？ちょっと待って。リア突人数21じゃない？なおたくさんと、社長をカウントに入れたんだけど。うん。もう16歳とか俺にとって赤ちゃんみたいなもんだから。ラクダさんはどうぞ。ちょっと待って。頭からさ、ちょっとカウントし直すか。誰がいたっけ？たくみさん？ちょっと待って。たくみさん。たくみさん、レクチ。東京先輩、ゆうゆう。ミウル、ミウルでしょ？あとなんだっけ？新しい、音楽作ってる人でしょ？たかやん、成田のリスナーさん、成田のリスナーさん、成田のリスナーさん、マルスさん、編集長で10人。あとは、ロハコさん。ロハコさん。あれ、全然わかってねえな。これダメだな。20人で合ってるかな？ヒカルくんの時カウント入れてたっけ、俺。ようちゃんもそうだし、ラーメンようちゃんもそうだし。ねえ。21かな？ 21 だよね、多分。ヒカルくん入れたら。ヒカルくん入れて21で合ってるよね、多分。21にします。21に変更します。パパ、プレゼントありがとう。21だな。ああ、ずれた。軽く入れて21だね。頑張って思い出してな。ちょっと思い出してみる。ちゃんとやる？ちゃんと思い出す？どこはどっち？ちゃんと思い出すか。あと、あれだ、サファイアちゃんもいるから、たくみさん、サファイアちゃん、レクチ、ミウル、センカニャン、東京先輩、ユーユー、7でしょ？で、ロハコさん、ロハコさん、ヨウちゃん、アンズさんで10、成田のリスナーさんでしょ？高安さん、ジョイ、編集長、ヨウちゃん、マルさん、で、カズさん、旦那さん、ヒカルくん、ナオタクさん、社長だから21だ。合ってる。ぴったしカンカン。合ってる。よかった。覚えといて。ヒカルくん含めて21って覚えといて。よし。なんだかんだ。なんだかんだ。ゆっくりだけど確実に増えてってるね。
ゆっくりだけど確実に増えていってます。ゆっくりだけどね。ねえ。ようちゃん2回出てた？今。ようちゃん2回出てた？今2回出てた？あ、もう1回カウントする？もう1回いくよ。おい、おやすみ、ラクダさん。もう1回いくよ。たくみさん1ね。たくみさん。東京先輩、ゆうゆう。レクチ、ミュール、サファイア、センカニャ、7ね。初日7。ロハコさん。で、次に、東金で、ようちゃん。ようちゃんっていうのは旦那さんのようちゃんね。で、あんずさん。これ夫婦。で、成田のリスナーさん。たかやん、ジョイ、マル、編集長。で、ラーメン屋のようちゃんで16でしょ。で、カズさんご夫妻。なおたくさん社長、ひかるくん、21。OK。風船10個ありがとう。あれ？おちんこ入ってない？おちんこいたよね。そうだ、22じゃん。おちんこ入れてなくない？今。おちんこ入れてねえわ。21だ。あ、22だ。やば。やば、忘れてた。ありがとう。おちんこいるじゃん。ありがとう、教えてくれて。そう、誰か足んねえな、とか思ってて。違和感あったんだよね。おちんこいたわ。そうだよ。あ、そうだ。おちんこさん夜中で放送してないで酔っ払ってたからだ。あぶねえ。合ってるよね、じゃあ。22だ。割かしまあいいペースだな。これ書いとかないとダメだな。100超えてからもうわからなくなりそう。いや、そんなことはないよ。毎日毎日ちゃんと記録していけばわかるよ。だから、もうリアドザあった時点ですぐこれを更新しないとダメだよね。今22名ですね。ありがとう。そうだ。22。遠いなぁ。遠いなぁ。Google スプレッ、そうだね。Google スプレッドシートに書こうか。ね。後で書くわ。そうだよ。おちんこさん。しかも、高級な、さあ、フォアグラみたいなのを食べさせてくれたからね。ちさと会ってないでしょ。お前、本当にバカだよね。お前、会った？旅配信の企画で。会った記憶あんの？俺に。ねえだろ。お前バカだろ、本当に。半端じゃねえな、ちさと。底抜けのバカだからな。旅配信何日目も書こうか。今日何日目だ？ 7 日目？ 7 日目。10、11、12、13、14、15、16、7日目ね。7日目。会ったことあるリスナーじゃねえよ。企画、お前企画分かってねえだろ。俺日本一周してんだよ。底抜けのバカだな。相変わらず。その BGM 素敵だよね。こういう形式が最近聞かないです。あ、そうなんだ。めっちゃセンスいいと思うよ。ままっったたりりですね。ね。いいよね。今、日本一周してんだよ。
ミルクシュロッキー食べます。お、ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。ツイッターフォローありがとう。中野まこっちさん。太ってるよ。太らないわけないじゃん。ブクブクに太ってるよ。いや、光くんの家綺麗だよ。綺麗ですか？綺麗。いや、男にしてはね、小ざっぱりしてて。なんかあんま物が増やさない人なんだね。まあそうですね、基本的には。シンプルなの、すごく。なんか、なんつうんだっけ、こういうの。あんまり物を持たない人、ミニマリストっていうのかな。でもね、すごいよ、ヒカルくんの家。リスナーさんから食料とか、ティッシュとか、めちゃめちゃ送られてきてんの。全部リスナーさんですね。え、もう、本当に、あれから、リスナーさんからの物資で送ってってんだね、何もかも。すごいよ。向こうに缶詰いっぱいあったりとか、レトルトとか、リスナーさんからの段ボールが山積みになってるよ。なんかドアがドンドンってなって、ヒカル君がえっつって、すぐドア開けたんだけど誰もいなかった。何が？ あさ、バカでしょ、本当に。この これがじゃなくて、なんか引き出しからなんか出してきたんだけど。マジで言ってんの？アホでしょ。なんで家にあるの？わかんないです。これなんかもともと置いてあったっすね。誰かの袋で。じゃあやろうか。やりますか。じゃあやる。これいいやつじゃん。でもいいやつ。ね。これ本当にいいやつだ。5000円とかで売ってるやつじゃなくて、2万とかするね、セットで。本革だ。これどっちですか？まず。それ言ってくんない？コンビネーション増やされるとか。でもこれ下10段だからやりづらいですね。やりづらいね、やっぱ。重いな、やっぱ。重い。いいね。なんで？これ家でもできますよね。ね、一応ね。ありがとう。もういいよ。いや、ヒカル君、パンツ重いよ。本当に。俺のね、俺もらったら死んじゃう。ヒカル君かっこいいでしょ。サボちゃんいらっしゃい。ここ、ヒカル君の家だよ。蹴りが特に、パンチも重たいんだけど、あのね、
多分ね、なんだろう、これだけ重くても16オンスだと倒れない。ね、ずーっと話だよね、そ今れ。日格闘技見に行ったんですけど、やっぱ8オンスでも倒れないですもんね。地下格闘技とか本当の試合でも。無理。みんな8オンスでも倒れてないそう。の。8オンスで KO がほとんどないの。KO 3回ぐらいだった？そうですね。多分30ね、試合。そう。いや、30試合じゃ効かないよ。40試合ぐらいあるでしょ。ありましたか？うん。あ、35だ。35試合ぐらいあって、KO で倒れたの3回とかしかなかったの。8オンスでだよ。16オンスで倒れるってありえない。今回誰も倒れないよ。うん。だから、俺とヒカル君がずっとそれを話してて、倒したいから、メンドさんに8オンスに変えてくんないっていうことを言おうかっていう。PC の設定全然やるよ、いつでも。今やる？別に言いましたっていいですか？うん。配信内で。うん。おいしい。キックボクシングは？は？なんだ？なんとか KO？ ん？何？安い？なんて読むんだろう。たやすい？いや、キックボクシングのルール見てきたんですよ。今日。地下格闘技だけどね。でも、綺麗に本当に倒れたのは、本当にパンチで倒れたのは最後の試合だけだよね。うん。あと蹴りだよね。うん。それくらい。うん。違うわ。KO が1個だ。テクニック、で、TKO が2回ぐらいだ。本当のみんなが想像する一発でバーンってすぐ止めるの1回か2回しかなかった。ダウンはあった。でもね、ダウンしたらレフェリーすぐ止めるわ。K1 とかみたいにやらせてくんない。危険だから、実力差がすごいのよ。実力差が出てたら、すごい止める。レフェリーは。一回倒れてラッシュかけられたら終わりだよ。はい、若津セイラさん。偽だ？うん。だから勉強になった。実際の試合を見てすごい勉強になった。で、何よりも思ったのが、KO、相手を倒すことだけじゃなくて、盛り上がる試合と、ぐったぐだで、くっそつまんない試合とかあんの。で、どういう試合展開が面白いかとかもすげえ勉強になった。だから俺ら配信者だから、相手倒すことなんかもちろんだけど、どう配信盛り上げるかな。だから、ヒカル君と見てて、この試合盛り上がったとか、この試合盛り上がんなかったとか、すごい研究した。このままだと間違いなく6月10日のステゴがぐだる。ぐだるね。間うん。違いなく間ぐだる。違いなくぐだるっていうのはよくわかった。うん。絶対ぐだる。テコ入れまだできるから、便所さん次第だけど、うん。よくわかった。試合会場行って。多分ね、すげえ寒くなる可能性がある。多分選手側の目線とプロモーター側の目線全然違うと思うよ。客席側の目線って。まあ、俺ら選手だからね、そこは口出す問題じゃないかもしれないけど。でも寒い空気になったら嫌じゃん。せっかく出る試合だから。うん。おやすみ。こんばんは。MMA ルールってなんだろう。総合？
おお、高やん、ありがとう。バカ10個ありがとう。グダグダになる可能性十分ある。寒い試合したくないじゃん。見たくないでしょ。なんかね、あるんだよ。金杯さんは逆だよ。盛り上がる試合。むしろ金杯さん一番盛り上がると思うよ。リングに立ってしらけるっていうか、なんか、俺が言ってることとか、仕掛けの問題なんだよ。いろいろあんの。それを初めて見てみてよくわかった。入場のやり方とか、特にルールだよね。グダグダでもしょうがないっていうのはね、そう、配信的に盛り上がらなくて寒くなる可能性があるって言ってんだよ。こんばんは。選手はもちろん一生懸命やってるんだよ。全員が全員。ただ、それでもぐだるの。よっぽど練習してないと盛り上がんないよ。あ、でもね、練習してる選手として超盛り上がるよね。練習してて、ちゃんと8音数でやって、強、なんつうの、実力拮抗してると超盛り上がるよね。そうですね。そう。あと、キックだから、実力だから盛り上がるんじゃなくて、バッチバチに殴り合ってるおっさんとかもいんの。ノーガードで二人でバッカバカ殴ってるおっさんとかもいんの。それは盛り上がった。こんばんは。だから、ただ、なんつうんだろう、練習すればいいわけじゃなくて、倒れ方とかにもコツがあるっていうかね、とにかくね、もう亀になって逃げてるやつとかは、ね、素人だだっこパンチ、猫パンチとかだともうほんとなえる。見てて、なんか あくび出てくるっていう感じ。ヤジすら飛ばないっていう。なんかもう、早く終わんねえかな、みたいな、みんな。会場全体が。だけど、素人でも、盛り上がる試合はね、すげえ盛り上がるよ。あ、情報ありがとうございます。愛子様いらっしゃい。試合プラス TJ 石川の、あ、そこ安心してるかな、むしろ。普通の試合より面白くなるはず、解説は。TJ 石川の解説は、むしろ他の大会よりもいいところなんだよ。そこはね、逆に、捨て頃はよくできてるところだと俺は思ってる。そこはあんまり心配してない。正直。だけど、倒れない試合って盛り上がらないんだよ。で、3分間がいかに長いかっていうのをよくわかった。もうね、長いの、とにかく。でもみんな、練習してる選手がだよ。みたいになってんのよ。最初はもうパンパンとかやってんだけど、もう、みたいになってんのよ。これ、9分でやるんだよ、俺ら。3ラウンドでやるんだよ。16音声絶対倒れない。アンパンマンみたいなグローブでやるの。後半さ、もうさ、みんなさ、って見たい。ヨレヨレのおじいちゃんみたいな、ポコ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 殴り合うんだよ。で、ずっとクリンチしてんだよ。絶対そうなるんだよ。ぐったぐたになるよ、本当に。だったら一発 KO 見たくない？怪我しないよ。8オンスで怪我してるやついなかったもん。だから、肘膝の方が絶対怪我すると思う。なりますね、これ。いや、笑えるっていうか、実際その35試合見た感想が、それなんだよ。もう、ナオタクさんの指摘通りだったんだよ。おやすみ、ゴルゴ。笑えるよ、本当に。だから、2分2ラウンドとか、2分3ラウンドだったらまだ持つ。とか、なんで16オンスなのに、肘膝、もっと危ないところが OK なのかとかさ、謎が多い。8オンスでも絶対怪我しない。多分ね、ベンジョさん、プロだったな。プロの目線で考えてんだよ。そんなね、俺らがさ、
プロバリのジャブとかストレートとかさ、ブーメランフックとか出るわけねえじゃん。冷静に考えろよっていう。便所さんは出せるかもしれないよ。ドレさんとかさ。あの人たちがね、ならわかるけど、俺らそもそもそんな破壊力ないんだから、怪我なんてしないよ。盛り上がらないっていうかね、ダウンがなさそう。うん。1分15ラウンド面白いね。1分15ラウンド面白いじゃん。うん。それ面白いじゃん。もう。それ面白いね。うん。あ、いいじゃん。じゃあルール改変して30秒5ラウンドにしようよ。30秒間本気で戦って3分休憩。で、30秒間。それ面白くない？配信者特別ルールで30秒本気で殴り合って。KO しかないっていうぐらいさ。で、3分休憩。なんかね、そういう風な方が盛り上がるんじゃないかなと思うけどね。リータンリードいらっしゃい。中ちゃんいらっしゃい。なんか免許のルール、中途半端っすよね。そう、中途半端っていうか。なんか本当にガチでやりたいのか、その配信者のお笑いで行きたいのかが中途半端すぎる。違う、お笑いで行きたいんじゃなくて、怪我をさせたくないっていうのが見える。本当に。その、トラブルを避けようっていう感じだと思う。だって僕はもともとガチでやるっていう話だったんで、うん、ガチでやるならいいですよ。うん、泣いても笑ってもそれで終わりだったら別にいいんじゃないですかって話なんで、そうだよね、うんうん、その方がラッシュが続くし KO が多くなると思うのね、うん、いやトライバーディー途中から見てるでしょ、話の経緯分かってないでしょ、俺は今日35試合見てきた感想を言ってるだけなのよ、盛り下げようとしてるわけじゃなくて盛り上げるために情報をシェアしてるの、この後光る枠するか、いや、やるでしょ、どうなんでしょうね、まあ寝落ち配信になるかもしれない、まあ、マジで目つぶったままそのまま、うん、寝てるかもしれない、俺つけっぱにしてしばらく喋るから、はい、うん、任せるよ、光るくんは強いよ、ね、でも、なんだろう、強いんだけど、パンチ力とかキック力はすごい強いんだけど、なんだろう、達彦さんとか、ドレさんとか、の方が強かった。ヒカル君をディスするわけじゃなくて、素材は多分本当にすごいのよ。だけど、俺も、ヒカル君もやり慣れてないから、俺より強いよ、間違いなく。だけど、ねえ、そうそうそう。なんか、いや、そう。ヒカル君はだから、その、スピードとか、スタミナとか、パワーとか、いろんなものが俺よりはるかに上で、さらにやり慣れてるから、俺より全然強いんだけど、ドレさんとか、達彦さんとか、タイガーとか、やったじゃん。ああいう人たちとは違った。ちょっと。うん。コラボなしで枠規模。何コラボなしでって、コラボしてないじゃん。今、普通にやってるよ。うん。みんな配信会の素人格闘に KO を求めてるのか。いや、KO 超盛り上がるよ。KO した時にすっごいよ。みんな立ち上がって、うわーみたいになるよ。すっごいいいよ、KO はやっぱ。超迫力あるし感動する。音でわかるもん。パーンとかパチンみたいな音がすんの。で、あ、これは聞いたっていうの、音でわかんの。だから、だってさ、リングの上で喋れないもん。うん。ヒカルの枠？ああ、ヒカルくんの枠はコラボ。嫌だって。なんか邪魔が入るのが嫌だって。何をしたいの？そのアイドちゃん。よくわかんないけど。俺に言わないでほしいんだけど。うん。俺ヒカルくんじゃないから。うん。盛り上げたいってだけだよ。ただ単に。せっかく練習してるんだから。うん。反射神経が勝負を分ける。いや、違う。俺、本当に分かった。本当に強いんだよ、みんな。要は、9割方はもう、入れ墨、タトゥー、バリバリの人なのね。もう9割の選手は、9割の観客と9割の選手は、もう本当に喧嘩強いヤンキーの人なんだよ。あれ、全然いいよ、あいつじゃ。謝んないで。うん。お互い言いたいこと言ってるだけだから。反射神経とかもいいし、喧嘩慣れもしてるんだけど、練習もしてるんだよ。それでも、スタミナなんだよ、やっぱり。素人はスタミナって本当だっていうのが分かった。あんなに強くて、ガタイ良くて、もう喧嘩じゃ絶対勝てないって分かんのよ。
もう、喧嘩百戦錬磨みたいな人たちが出るわけじゃん。喧嘩自慢が。で、その人たちが、あれだもん。スタミナ、はぁ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 なるんだもん。だから、本当に難しいよ。俺ね、今回の試合見て、ドレさんが言ってたの分かった。16オンスで KO を狙うなって言われてて、本当に力抜いて、スピードだけのパンチで、当たっても倒れない、早み、もう、本当にスピードだけで、ポン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 当てるだけでいいって言われたの。握るなって。そう。無限に打てるパンチ打てって言われた。で、30秒のカウントが入った時だけ思いっきり打てって言われたの。それの意味がよく分かった。もう絶対力入れない。絶対大振りになるな。もう、練習みたいなの、ポンポン、ポンみたいなのをずっとやってろっていうの、ドレさんは。で、最後の30分間だけ本気で言っていいっていうの。あと、チャンスの時ね。それ以外はダメだって。もう徹底的に言われてんの。全く同意見。あ、そうですよね。その方が多分盛り上がる。見てる方はわかんないから。見てる方はね、打ち合ってる感じがして面白いんだよ。そう。その方が絶対盛り上がるから。ただ、それって、テルチャンピンが格闘経験ないとできないじゃん。わかる？言ってる意味。体力も温存できるし、盛り上げ場も作れるし、打ってる感じも出るから、すげえ盛り上がるんだけど、テルチャンピンが最初の30秒間本気出されたら、ペース狂うんだよ。そう。あー、全然わかってないね、ハリセンミノルさんは。全然わかってない。殴り合いが見たいわけでしょ？実際じゃあ、なんでこれを言ってるのか言うと、本当にその強い男たちがどうだったかっていうと、最初の20秒ぐらいは、ブワーバーンバーンバーンみたいになるけど、後半、ファイみたいになるんだよ。本当なの。最初だけなの。それができないから。要は、ボーンとかぶつかったりすんのよ。最初、バーンとかなるのよ。もうそっから先は見れないのよ。ほとんどの試合が。本当に上手い人とか、本当に練習してる人以外はそうなるの。だから、殴り合いが見たい場合はそっちの方がいいのよ。嫌でしょ？もう、はぁ、ってなってんの。素人は3分動けないよ。そうそうそう。そうなんだよ。多分ね、3分3ラウンド動けるようになるのは、半年間本気で練習してるやつだけだよ。本当に。全くのド素人が半年間走り込みとか、やって3分3ラウンドやっといけるレベルだと思った。無理がある。今回の試合の設計は。本当に。もう5人、5試合ぐらい増やしてもいいから、2ラウンドぐらいにすべきだと思った。それか2分3ラウンド。試合数多い方が盛り上がると思うよ。1ラウンドで倒さないとグダグダになるかもね。それも話し合った。ヒカルくんと。もう1ラウンドだけにかけて、もう絶対倒すって1ラウンドだけにかけて、全スタミナ使い切るか、もしくは俺が言った3、俺は、後者を選ぶって決めた。要は、ドレさんの言う通り力抜いて、ポン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 って30秒だけラッシュかけるっていう戦法に出る。ヒカルくんは多分、1ラウンドで倒す計算で本気で行くと思う、いきなり。初っ端。いやー、でも僕、3ラウンドまでは少ないですけど、どっちも挑戦してやるっすよ。チャンピンは、槍みたいなジャンピング飛んでくるから気をつけろよ。俺、ヒカルくんともやったし、チャンピンの動画も見たし、話も聞いてるじゃん。俺、今どういう状況かっていうと、俺、トレーニング続けるよ。弱さは分かってるよ。チャンピン死ぬぞ、本当に。本当に負けるよ。っていうか、大怪我すると思う、俺。ヒカルくんとの体重そんな変わんないはずなんだけど、ヒカルくん何キロ？72ぐらいです。
俺と同じ体重なんだよ。で、筋肉あるじゃん。テルザンビン58キロなの。あのね、負ける要素がない。高く食ってるわけじゃないの。彼がスピードもスタミナもあるし、反射神経いいの分かってるのよ。だけど、話聞いたらハイキックは打てない。前に出るって聞いてたのに、全然逃げ回るっていうし、全然本人が言ってる情報と、周りから入ってくる情報が全然違うの。チャンピンマジでね、死ぬと思うよ、本当に。うん。おい、タチヒコさんいらっしゃい。マジで。そこは心配になってきた、俺は。うん。本当にスパーリングくらいの勢いで。いや、俺殺す気でやるよ。うん。神回作ろうと思ってるから。生放送中に人が死ぬところを生放送中に人が死ぬって神回でしょ？合法的に人が死ぬっていうの。うん。それが唯一できる場所だから、俺は殺そうと思ってるね。チャンピンを。見たいでしょ？人が死ぬところ。練習しなかったから人死ぬんだぜ。うん。俺は殺すよ。いや、知らない。練習しないっつってるらしいよ。いや、殺していいでしょ。うん。ゼロではないよ。再来週から格闘技バーでドレさんたちとに、え、マジで？マジで？いいな、熱いな。俺も戻ったらよろしくお願いします。うん。ボディない。ボディが効くのってね、長いラウンド数だよ。正直。16オンスで、ヒカル君16オンスでボディ殴られても絶対効かないよね。絶対効かないよ。蹴りはまだあるかもしんないけど、まだあるかもしんないけど、効くのは後半だから。それよりも足。ボディはほんとゆっくりって言うじゃん。ボクシングは12ラウンドとかあるからだよ。我慢したらなんとかなるよ。16オンス見たことないからだよ。効かない。絶対効かない。俺、ヒカル君のパンチバーンって入ったけど、昨日。それでも、いてって感じだもん。うぜえっていう感じ。うん。ボディ狙わないよ。うん。まだね、小さいグローブだったらいいけど。肘で額張ろう。それもいいっすね。俺は肘で鎖骨ぶち折ろうと思ってます。うん。16オンスボディで3ラウンド倒せます？実践の試合で。ハンバーガーさん、やったことあります？じゃあ。ボディーブロー、16ラウンドでキックボクシングのルールで、16オンスで3ラウンドでボディで相手にゲロ吐かせられます？実践で。うん。絶対無理だと思うよ。そりゃそうだよ。だって真面目に練習してて、俺だって殺される覚悟でやってるんだよ。リングの上に上がったら誰も助けてくんないんだよ。死んでも文句言いませんって書いてるんだよ、俺。俺はそれを書いた以上、口だけの男になりたくないし、相手もその権利があるわけだから、俺は殺す気でやるよ。多分ね、ボクサーだったらわかるんですよ。ボクサー潜り込めるから、ボディ打てるのね。ボクシングルールだったらわかる。ただ、キックボクシングでボディ打てて、思いっきりヒットして、3ラウンド以内でゲロ吐かせられるやつは俺は知らない。逆にそんな試合見てみたい。で、しかも、俺の体重とか俺の身長で、例えばマイク・タイソンだったらできますよ。マイク・タイソンみたいな体で、そうそうそう、ハンバーガーさん多分体格がいいんだよ。ドレさんとかマイク・タイソンが16オンスで3分以内で、ボディで倒せますよ。無茶言うなよ。格闘技やったことねえ素人の生主さ、無理だよ、そんなの。うん。そうそうそう、配信者魂よね。俺ね、だからね、ノーガードで打たれようかなとか思ってんだよね。思いっきり喧嘩ファイトやろうかなとか、ドレさんに怒られるけど、思いっきり行こうかなとか、その方が盛り上がるかなとか、最後のラウンドとかだけね。うん。そうそう、ボディに行く前に入ってるってことはもう膝が飛んでくるの、顔面に。絶対やっちゃいけないってドレさんに言われてんのよ。まあ、ボディストレートとかだったらいいかもしんないけど、ストレートとか、リバーブローとかも、だったらキック打つよ。
その距離危険だもん。うん。だから、ボクシングとキックボクシングって素人目線だと、俺もそうだったんだけど、似てると思ってたんだけど、ルールが全然違うの。あれね、サッカーとバスケットぐらい違うよ。本当に。同じ球技っていうくくりで、ボクシングとキックボクシングってこんなに違うんだと思った。でしょ？無理でしょ？うん。そう。もちろんさ、コメント打ってる人が、格闘家なのもわかってるし、経験あるのもわかってるんだけど、まず前提として俺らが格闘家じゃないっていうこととか、初めてのド素人がリングに上がるとか、初めての試合とか、そういうの全部取っ払って、多分ね、自分と同じ目線で言ってるんだよ、みんな。俺だったらこうするみたいなのをアドバイスしてるから。違うんだよ。素人だったらどうするかを考えて、アドバイスしないとダメなんだよ。で、ドレさんとナオタクさんはそれができる人なの。そう。素人だったらこう動かせようとか、残り1ヶ月しかないからこういう練習させようとか。いや、ボディ超高等技術だよ。本当に。ねえ、辰彦さんは練習もやってるし、あれだからわかるけど、無理だよ うん。でも、ボディでダウン取ったら多分プロになれるよ 左ミドルで右腕壊しましょうか。あのね、それね、実はね、ドレさんにさっき怒られた。ワード、フリッカーとか、俺の真似すんなって。かっこつけんなって。そう。左、あ、ナオタクさんにも言われたんだけど、フリッカー、かっこつけてやる。あれね、実はね、かっこつけたんじゃなくて、ヒカルくんの右背が怖いから、ガード上げると見えないから、だからガード下げてたの。フリッカーをやるつもりじゃなくて、ガード上げると見えねえと思ったから、あえて下げてみたの。そう、かっこつけてたわけじゃないのね。避けようと思って。すっげえいい牌打つから、あんな当たったらさ、マスでも、怪我すると思ったから。だから下げたの。ヘッドギアもつけて見えづらかったから。ヒカルくんとやったよ。うん。マスね。本気のスパーリングは最後の日にやる。三重県行きます？行きますよ。ハンバーガーさん。行きます、行きます。うん。ワンツーをしっかり打てればいいんですよ。和道さん左のいいストレートありますから。んとね、実はね、忘れちゃってます。タイムシフト2回見たんだけど、昨日と今日ずっと夜中見てたんだけど、俺ね、左ストレート打ててない。忘れてるからだが。だから、ちょっと左ストレートをもう一回ちゃんと練習します。うん。来るとき私のジム行きます。多分、三重県に行く頃には6月10日のが終わっちゃってます。ありがとうございます。お気持ち嬉しいです。時間があと1ヶ月しかないんで、多分その期間に見えに行けるっていうのはちょっと現実的じゃないかな。ありがとう。嬉しいです。そう言っていただけて。ありがとうね、ハンバーガーさん。ヒカルくんのジム、ん？ごめんなさい、さっき聞いてなかった。来るんです。来ます。行きますけど、6月10日以降になっちゃうんで、ごめんなさい、ありがとうって、気持ちが嬉しいですって。くまぼろんさん、花火ありがとう。花火ありがとうございます。うん、ありがとうね。なんか、嬉しいです。格闘技は好きですよ。ね、こんな人生で一回しかないチャンスだと思うんで、こんな多くの人の前で戦えるっていうのが、ね、ポスターとかチケットに名前書いてもらえて、頑張ります。盛り上げるために。っていうかね、何を心配してるかって、何が怖いかってさ、辰彦さ、ドレスペシャルあるじゃん。あれ、さ、俺、今までスパーリングした全員にドレスペシャル決められてんの。気づいてた？
立彦さんにも決めてるし、あれ教わったから、光くんにも決められたし、あと誰だ？全員に決まってるの、わかる？猫王さんにと、猫王さん決まったっけな？ほぼ決まってるんだよ、クリンチになったら。あれさ、首の骨折れるぜ。本気で打ち込んだら。だから、それが怖いの。あれ、殺せる技だから、で、膝が顔に入った試合見たんだけど、流血なの、やっぱり。ぐっちゃぐちゃになってんのよ。柔道イベントってほら、ナーボーとパルパル柔道だよ。だからね、ドレスペシャル、決まる手応えがあるから、3分3ラウンドでしょ。絶対一発入るよ。絶対一発入ると思う。地下格闘技ね、もしかしたらね、出るかもしれない。ハマったら。まあ、勝ったらだね。勝ってハマったら。俺は柔道だったら絶対出ないかな。やったことないし。あと、総合の試合も何試合か見たけど、総合は無理だわ。もう複雑すぎる。試合展開が早いし、組み技とか無理だよ、あれ。難しすぎる。三角絞め腕ひしぎとか。テルチャンピン死ぬと思うよ。本当に首の骨いかれると思うよ。後遺症絶対残るレベルだと思ってる。本気でやったらね、この体重さ、ベストのポジションで思いっきりだってかがんでるところに膝蹴り入れる技だから。そう、もちろんあれだよ。組んで本気で打ち込んでないよ。軽く膝ポンってこう当たるよっていうやつだけしかしてないけど、ムエタイみたいに振りかぶってバーンっていったら折れるよ、あれ。しかも2発3発同時に入れられるから、あの技は。マジで死ぬと思うよ。俺だって実際ドレさんにやられたけど超怖かったもん。死んだって感覚はあるの、もう。打たれるときに。あ、これは死んだっていう。自分の首の骨がもう折れるイメージがあるもん。まあ、入れるけどね。テルに。思いっきり入れるけど。死んでも知らないよ、本当に。ネタとかじゃなくて本気で殺す気でやるから。おー、なめ猫さん、こんばんは。なんかネタとかじゃなくて、俺もやられる可能性あるんだから、俺本気で殺すかんね。別に、それ叩かれるとか叩かれないとか、なんか手加減できねえのかとか知らないから、プロとして契約してるんでしょ。マジで対策打たないとやばいと思うよ。至近距離に入ったらもう、至近距離っていうかクリンチだね。クリンチしてきたらぶっ殺す。初見さんいらっしゃい。みゆきさんいらっしゃい。いや、真剣勝負でしょ。俺ら侍の末裔なんだから。どんなに弱くたって、ねえ、やるっつったんだからやれよっていう話でしょ。リスナーさんからしたら。慣れ合いなんかいらない。ちなみに俺、青山別に嫌いじゃないかんね。配信者として。普通に友達だから。ここは誤解しないでください。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ゆりえさんフォローありがとう。ビクトさんフォローありがとう。もえかさんフォローありがとう。まこつさんフォローありがとう。はーさんフォローありがとう。ワイルドクソジジイジャイさんフォローありがとう。キングさんフォローありがとう。ブタキスさんフォローありがとう。モグさんフォローありがとう。ジュンネイさんフォローありがとう。イクーさんフォローありがとう。ミッチーフォローありがとう。アマテラスオオミカミフォローありがとう。45ちゃんフォローありがとう。YDK フォローありがとう。風船
ゲームさんフォローありがとう。ミーコさんフォローありがとう。ケイジさんフォローありがとう。ブルマジンフォローありがとう。ルカさんフォローありがとう。ヒメキさんフォローありがとう。ね、いい家だよね。羨ましい、こんなに広くて。そう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 。死んでも構わないって契約をしてるわけだから、そう、その契約を舐めてるっていうことじゃん。そう。だったらそもそも試合に出るなって話じゃない？金払ってる人からしたら。うん、それを見に来てるわけだもん。本気でやろうぜ、っつって。だから、俺は、何が腹立つかっていうと、青山の態度、俺のこと舐めてるとか、そういうことじゃないんだよ。金払ってるリスナーさんに対して失礼だと思わないのかなっていう。プロ意識足んないんじゃないの？テレジャンピン。生主として。うん。プロ意識低くない？だからプロになれないんだよ。死んでも構わない契約なんて無効なような。無効じゃないよ。だってスポーツ上だもん。スポーツの事故だから。でしょ。死んでも構いませんって。怪我しても構いませんって書いてんだもん。試合会場で死んで殺人事件になんか絶対ならないよ。不慮の事故です。完全に。珍しい。おこっていうか、どうなんだろうね。5000円っていう高い金払って、交通費かけて、ホテルとか取って、地方から来る人がいて、で、お客さんを盛り上げてなんぼの商売なのに、配信者。練習しねえよ、俺勝てるよ。舐めてるよね。プロ意識低いよ。まあ、死んだらレフェリーの責任だろうね、どう考えても。いや別に俺青山嫌いなわけじゃないよ、リュウさん。そこだけ勘違いしないで、ね。ただ、試合に関して言ったら俺は殺すから。責任追及はされるよ。もちろん。ただ、責任はないでしょ、どう考えても。例えば、じゃあ、みんながプロボクシングとかムエタイの試合でパーンって首相撲から膝蹴りが入って、相手が何かで死んじゃいました。死刑だ、逮捕しろって言う？相手が練習してませんでした。もう一人の方は練習してました。練習してた方が殺しちゃいました。練習してねえのが悪いじゃんってみんな言うと思うよ。だったら試合出んなよって言うと思うよ。どう思う？いや、全然やってないって。そうそう、ワタレフェリーっていうもう、レフェリーのすごい上の方にいる人だから。一回吹っ飛ばされてるんだ。いや、してないんだって。プンプン丸でしょ。身内はファンは、いや、だったら身内止めなよ、今のうち。身内はファンは今のうち止めるべきじゃない。やめとけよって。ワード本気だよって。そうだよな。俺が言ってるのとどっちが正しい？俺100%正論だと思うよ。あ、どうも、もなかさん。練習しないで死んだらお前のせいだよって思わない？本当に身内やファンが悲しむんだったら辞退しろってファンは言うべきだと思うけど。もしくは練習しろっていうのが本当のファンなんじゃないの？違う？練習しろっていうのが本当のファンでしょ。練習させないのがファンなの？怪我しないで青山くんって。かわいそうって。だったら出すなよ、ファンだったら。突っ込んでろよ。俺ら本気で配信やって本気で飯食ってんだわ。なめんなよ。遊びでやってる配信者となんか付き合いたくねえわ。最悪怪我で済むよ。そのための練習だからね。責任とか言い出したら格闘技はなくなっちゃいますね。本当だよ。みんな自分を磨くためにやってんだから。青山が言ってんのは喧嘩だろ、所詮。喧嘩だったら俺が勝つよっていう考え方なのよ。俺はそうじゃないから。喧嘩じゃないから、ちゃんとファイトマネーが、ギャラか。ギャラが出るわけだし、客がいるわけだ。
喧嘩したいんだったらその辺のストリートでやれよって話だもん。そうそうそう、お金取って見に来る人に失礼じゃんっていう話よ。だから俺は殺すんだよ。もちろん俺が殺される可能性もあるからね。そこまで傲慢になってないから。チケットは300席完売ですね。で、立ち見50席どうなったんだろう。追加チケット出るのかな。面白いものを見せてくれればショーで構わない。じゃあ僕の放送を見なければいいんじゃないですか。プロレスでも見てれば。僕の放送のリスナーに向いてないですよ、君は。僕本気でやってるんで。プロ配信者としてワドさんの戦いを全力で応援します。ありがとう。余裕勝ちじゃない。もちろん怖い。相手は24歳だし、俺は運動神経のない、運動全くしたことない31歳の。ただ、そのおっさんがどれだけできるかっていうところで筋トレもしてるし、走ってるし、郡山行って、ね、ずっと言ってたでしょ、光くんとスパーするんだって。こんな強いやつとスパーするって考えてみなよ。こんなさ、ガチ、腕の筋肉見てみなよ。俺、31でこんな、ニートがこの人とスパーリングしようって一週間やらせてくれっていうのどれだけ怖いかわかる？最後本気でやろうっつったんだよ、俺。俺、試合前にこんな強えのと本気でやるんだよ。それくらい本気で配信やってんだよ。僕だって怖いっすからいね。や、まあまあ、それわかるけ僕ど。だってめちゃくちゃ怖いっす。そう。それを分かってくれよって。で、相手は練習なん怖いよ。じゃあ実際さ、俺と同じように、全然ニートで格闘技経験なくて、ヒカルくんとやれる？怖いぞ。あの蹴り見たでしょ。ふわっち、ヒカルくんの家ってどこ？思いっきり個人情報でしょ。あ、郡山だとだけ言うわ。住所言った方がいい？ ヒカルくん最近ムキムキになってきたよね。どれくらい筋肉ある？今、腕。相当あるでしょ。あ、ごめんね。まあ、はマッぎ、チですよね。ふわっち。マッチはまあ、乳首の先輩。大丈夫？上半身がまだブヨブヨなんですよ。筋トレちょっとメインちょ、の時に。ちょっと待って。全然ブヨブヨ。ちょっと並んで撮ろうか。なるほど。ちょっそうです。こんな違いあんだぞ。どうなんですか？映ってんすか？わかんないけど、映ってる？映ってた？この体格か、この体格差だぞ。ワウさんも言ってますよ。いや、それは鍛えたんだよ。これだぞ。これと戦うんだぞ、俺。全わかる？怖えだろ？然っす。1年半前はもっと強いです。やめときな、ワドさんって何？ヒカル君体めっちゃいいよ。こんばんは。まあそう、それがね、面白かったのが本当にその通りなんだよ。地下格闘技見たら、こいつ絶対勝つっていうムッキムキで身長高くて、ブヨブヨのデブとか出てくんの。おい、大丈夫か？このデブっていうの出てくんの、本当に。勝ったりするんだよ。すごいっすよびね。っくりするよあれね。マジですごいっすよ。本当に。全然、っていうかね、そんなのばっかりなの。筋肉じゃねえんだなってそう。思い知らされたんですよね。そう。あれ硬いとか。ね、関係ないっ本当すにね。関係ないね。全く関係ない。もう見た目が明らかに、なんか普通の体型のオタク、俺みたいなやつが出てくんの。なんか芋っぽいっていうの。で、相手はもうモンモン入って、バッキバキの体で身長高くて、もうこんなんなの。こんなんなの、もう、リングで。負けるんだよ。ビビるよ、本当に。マジかと思って。格闘技ってすげえなと思って。攻撃型だね。いや、本当に。わかんないよ。わかんない、何が起こるか。いや、結果見えてるっていう。まあ、スタミナないから、俺は。ヒカルくんじゃない。青山の方がスタミナあるから。捨て頃に行って、捨て頃で実は俺に会えないのね。選手って席立てないのよ。観客席行けないの。出禁なの。控え室にずっといるのね。だから、
外でリアトツまでしてくれてたら、試合が終わって、俺そのまま出て、始めるから配信を。その時、リアトツしてください。ねえ。体重は同じだけど、体重は俺の方が重いです。76だから。筋肉自慢だった若い頃、合気道やってたし、ボコボコにされた。ほんとわからないっすね、格闘技って。まあだから技って言うんだけど、そう。真技、技の技だよね。真技体の体じゃないんだよ。バランスなんだよ。すべてが。心も強くて、体も強くて、技も強くないとダメなんだっていうのがよくわかった。びっくりするよ。もちろんあれだよ。トップアスリートになってきたらもちろん体はできてくるし、本当に強い人もいたの。やり慣れてる人とか、そういう人たちはもう、なんつうの、体も心も技術もすごかったよ。16オンス重たいっすね。なんだろう、これくらいのペットボトル握って、シャドウをやる感覚かな。ちょっと大げさに聞こえるかもしれないけど、これを握ってパンチするぐらい重たい。こっちじゃないか。こっちかな。これだ。こっち。これ、両方持って、こう、シャドウやってみたらわかる。それくらい、体感はそれくらい重たい。500のペットボトル。行けたらその日に行きます。え？リータンリード、チケットないと来れないよ。リータンリード、チケット持ってんの？ヒカル君のリスナーだかなんだか知らないけど、人の枠来て荒らさないでください。目障りです。消えろ。ゴミが。るせえよ。ヒカル君じゃねえよ、俺は。バカが。消えろ。迷惑。ないけど、ああ、外にいたら全然、リア突するよ。それはする、もちろん。多分、オフ会もあるから、のんちゃんとたくみさんとレクチと、いつものメンバーで。だから待っててくれたら、みんなで飯食い行こう。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。怖い。そうっすね。全部怖いっす。全部怖いっす。全部怖い。本当に怖いっすね。今、ヒカルさんの家にいるよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。お父さん、うん？突発的なこと言っていいですか？いいよ。今からトレーニングじゃないですか？やる？ジムに行って。行こうか。やろやりたくないですか？う。やろうか。ぶっちゃけ。いいよ。まだ眠くないっす？いいよ。本当っやすか？ろいいっすう。うん、か？やろ。軽くやろ、ややってろ。もらっていいっすもちろん。じゃあ、今からヒカルくんが火ついたんで、行ってきます。じゃ今、スパーリング配信に来て、昨日も。おやります。ー。ね、わかるわかるわかやる。らかしてわと思かいるながわら。かるわかる。やろうよ。やります、やるから。ね。やろう。やっぱ、一回、ジム行きますか？ね、行けばよかったね、最初からそうっすね。ね。結局。ジ行こム行きましょう。う。今から練習するわ。行きまおす。ばあちゃんじゃ多分同時配信でつけると思うんで。お、オッケーオッケー。別アングル、よかったね。そうまた別アングルでやるですね。リアから。ングルで。行くわ。ヒカルくんにね、誘われたらね、やるっしょ。ね。ね、蹴りたいね。じゃあ皆さんお疲れ様です。来てくれた人ありがとうございました。皆さんお疲れ。練習行きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。